従来の30倍の性能にもなるとしていますアメリカの半導体大手 NVIDIA は18日生成 AI ・人工知能の開発や運用に使うデータセンター向けの画像処理装置の新商品を発表しました新たな半導体を組み合わせたシステムで最新の大規模言語モデルを処理すると AI が質問に答える推論の性能が 従来の30倍に高まるとしています。